皆さんこんにちは、うんたんです。本日の動画はですね、毎年恒例のボーナスで何を買ったか紹介です。毎回説明はしてるかと思うんですけど、私の会社ではボーナスが、年に2回出ます。今回は夏のボーナス入りましたので、時に買った商品を紹介していきたいと思います。1つ目はこちらの財布となります。ボナベンジュラっていう、ところのブランドで、すごくね、革製品が有名な、ブランドとなっております。で、今までね、ルイ・ヴィトンの財布、長財布を2016年かそんぐらいに買って、ずっと使ってたんですけど、どんどんね、トレンドがちっちゃいバッグになってきてから、ちっちゃいバッグだとこの長財布が入らなかったりとかして、結構ね、持ち運びが良くないのかなと思ってきたんで、ちょっとね、ちっちゃい財布が欲しいと思っていろいろネットで探してました。で、その中でいいなと思ったのがボナベンチュラの財布です。まずね、このシルエットがね、ものすごいかっこいいなと思って一目惚れしたんですけど、機能面でも優れてるんですよ。ちょっと餅が鳴いておりますけど、ルーちゃんがね、見てくれてますんで、私一人で餅を保持してるわけではないのでこういう風に抱っこ紐で餅をルーちゃんが見てくれてますので、ご安心くださいこれ何がこんなに機能性が高いかっていうと、まずこのスマートさですよね。すごくちっちゃいんですよ。前の財布に比べると、3分の1ぐらい、すごい持ち運びもいいですし、あとね、ここの小銭部分とこのメインの財布の部分がパパパッと分かれるんですよ。これね、すごい機能性が高くて、もう今餅もちょっとびっくりしてましたねうちは小銭がメインで入ってて、カード入れのところに、お札をちょびっと入れて持ち運ぶのもいいと思いますし、クレジットカードとかスイカとかある人はここに入れてこれだけ持ち運ぶこともできますし、こっちはこっちで、なんかこういう風になっております。金具がついてて、パチ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 と4箇所をつけて、またこういう風に一つの財布となっております。これね、すごいね、機能面でもすごく良くて、一目惚れで買いました。確か4万5千円ぐらいだったと思うんですけど、で、このボナベンチュラが1月の1日からまた値上げしてしまったので、多分今、現在これがちょっと高くなってるかもしれないんですけど、値上げ前に買えて良かったなと思います。続きまして、同じボナベンチュラでもう一個商品を買いました。では2つ目、通勤カバンです。今までね、この通勤バッグをずっと使い続けてたんですけど、結構ね、この竹置口のバッグがクタクタになってきておりまして、垂れてきてるんですよ、全体的に下に。と雨とかに打たれて変な匂いが出てきたりとかして、ちょっとね、買い替えたいなってずっと思ってたんですよ。これ自体も2016年か2017年ぐらいに買って、もうどんぐらいになる、8年ぐらいか。結構前からこのバッグ使ってるイメージだね。そう、これもね、すごい機能性高くて、結構大容量入るんですよ。こんな見た目にしてるんですけど、会社とあと仕事上、大きいパソコンとあと書類をね、持って帰らなきゃいけないんですよ。ちっちゃいね、ビジネスバッグとかが全然入りきらなくてパンパンになって、その中である程度大きさがあって、さらにね、30歳以上になったんで、いい革製品のとこで買いたいなと思って探しました。ボナベンチュラの方でバッグを買いました。当時買おうと思った時は全然ね、在庫がなくて、在庫が入ってきますよっていうサイトに書いてあって、もう忘れないように Google カレンダーに入れたぐらい欲しかったんですね。結果的にね、 Google カレンダーの方を覚えてたのはルーちゃんだけでルーちゃんが何月何日12時バッグ発売だよってすごいリマインドしてくれて買えることができたんですけど、現在はね、在庫も追いついたみたいで、サイトでも、まだ買えるようになってました。僕が買った時は、だいたい26万ぐらいでした。価格改定の方でだいたい30万ぐらいになったんで、だいたい4万円ぐらいちょっと上がってはしまったんですけど、めっちゃ上がったね。そうそう、これ何がいいかっていうと、良質なレザーを使ってまして、2種類のレザーを使ってるんですよ。表面の方がちょっとツルツルとした、これとかにも強いレザーを使ってまして、このサイドの方がちょっと柔らかい素材を使ったバッグとなっております。まず収納もたくさんあって、ここにもね、たくさん収納することができますし、メインの方も
もうね、ほぼほぼパッと開けることができるので収納もしやすいです。こういう風にね、中もいろいろと収納できるところ、あとここ背面の方を開くことができまして、ここにね、私はいつも iPad 入れてるんですけど、 iPad 入れたりとか、多分16インチ以下の PC だったらここにも入れることができますんで、でこういうカーバッグって結構夏とかだと背中の汗が蒸れることとかがあって、すごいねちょっと心配してたんですけど、こちらのバッグはそういうのを防ぐために革ではなくてメッシュ素材を使ってます。背中にかけるところの紐の裏にもメッシュ素材が使われてて、まあせっかけの私にもとてもいいなと思って、横の方にもこういう風にチャックするとこがありまして、ここはね背負ったままでもこういう風に取り出せることができる。まあ右掛けの人はこっちから、こういう風に左掛けの人はこっからね、考えられてるバッグで、すごいね今使っててねいいなと思ってます。私の通勤時間って、まあ皆さんと通勤時間かぶって結構満員電車になることが多くて、もう人と人との距離がないぐらいの満員電車なんですけど、前のバッグとかだと結構ねめっちゃ押しつぶされてね、あバッグ大丈夫かなとか、このバッグはすごいね押しつぶされてもすぐにねこういう風に戻ってきてくれるんですよ。革製品のバッグとかだと型崩れがね一番問題になるかと思うんですけど、型崩れが本当に今1ヶ月ぐらい使ってるんですけど全く起きてないです。機能面でも見た目もねいいバッグだなと思って、これねすごく買ってよかったなと思いました。旅行とかにも行くのにも便利だなと思って、後ろにここの線が革がついてるんですけど、これはスーツケースとか刺せるんですよ。はい。爸爸在介绍他买的东西耶，有没有好好奇呀、啊？爸爸买了什么呀？我也想要用哎。因为爸爸觉得有点热，所以现在爸爸去擦汗哦。那我来跟大家讲话吧。大家好，我是小麦吉呀。我已经长大了哦，我变得好大只哦。而且我现在啊，只要妈妈不背我，我就会生气，一直叫，一直叫，叫到妈妈必须要这样子抱着我，对不对？先ほどのバッグと財布熱く語ってしまって汗をかいてしまったんですけれども、そこで餅がつなげてくれました。続きまして3つ目、私の汗のついた手がちょっとついてるんですけれども、こちら何かっていうとネックレスです。最近ねネックレスとかあとブレスレットとか欲しいなと思っていろいろサイト回ってた時にトムッドのサイト見てて、なんかすごいねかっこいいなと思ったネックレスがあったんで、こちら購入しました。こんな感じに包まれております。よいしょ。だいたい6万円ぐらいで、購入しました。もともとねトムウッドっていうブランドは知ってて結構欲しい欲しいと思ってたんですけど、僕に似合うのかなと思って結構ね躊躇してたんですけど、思い切って買ってみることにしました。こんな感じです。カメラ通してだとちょっとわかんないかもしれないんですけど、実際に見てみると光の反射とかでキラキラ見える。だいたいこのネックレスの幅が3ミリぐらいのチェーンになっています。すごくね可愛いしかっこいいなと思って、最近ちょっと筋トレもしてるんで、まあ、肩幅とかもちょっと出てきて、ちょっといかついネックレスつけてても全然違和感ないなと個人的には思ってて、こちら素材の方がシルバー925以外の金属が全部 7.5% 銅が入っておりまして、まあ、金属アレルギーの方にも対応してて金属アレルギーが出にくい素材を使ってます。トムウッドのこのケーブルチェーンに関してはスターリングシルバーっていうちょっと、ランクの上のものを使っておりまして、そこにも惹かれました。4点目は服を ZOZO タウンでたくさん購入しました。身につけてるこの T シャツも ZOZO タウンで買いました。恋と可愛いを兼ね備えた、なんかちょっとねレトロっぽい、色味もレトロっぽくて感じもゆったりしてすごい可愛いなと思ってこちら購入しました。買った金額としては1650円、めちゃくちゃ安いですよねこれ。文当他之前都不是穿这个风格的，他现在就是想说可以尝试各种不同自己没有穿过的风格。他最近就是非常着迷这个风格，我觉得超可爱、超适合他的。これすごくおすすめです。服部門でベストバイなんじゃないかなと思うぐらいお気に入りで着ております。これ一着ちょっととりあえずお試しで買ってみたんですけど、ルーちゃんからも好評で、私も気に入ってるのでちょっと他のシリーズも買っていこうかなと
思います。続きましてがこちらもね T シャツなんですけれども、 でかい白 T で、ここにワンポイントで裏がすごいおしゃれだなと思って、ルーちゃんっぽいね髪型の女の子が自転車を漕いでる感じの着替えてきました。かわいい、爽やかな感じ、ゆったりとしたシルエットですごくね可愛いなと思っています。こちらの方も2200円、安い。続きましてこちらもシャツです。この夏上着は白にしたいなと思ってまして、3700円ぐらいで購入しました。こんな感じです。結構ね爽やか系の印象を与えてくれるアイテムとなっております。で本来はこの中黒い服を着て、外はこれを羽織って、まあ、黒白で合わせていこうかなと思ってます。結構ね薄い素材ではあるんで、まあ、これ1枚で着ると多分乳首が透けてきたりとかして、ちょっと汗がにじみ出てきたりとかしてちょっと危険だなと思うんですけど、まあ、重ね着すればまあ問題ないですし、最後は普通あるんですけど、これ全部タンクトップ買いました。こちらモノマートの方で、こちらもね西友で999円ぐらい、黒と白同じものを2色買いました。下にこういう風にね上になんか羽織るときって、ここにある部分って暑いじゃないですか。とでもね涼しくなろうかなと思ってタンクトップを購入しました。まあ後ろから見たときに、こういうシャツからの下からちょっとちょろっとね黒が見えたりとかできるようにちょっと長めに設計されてて、でもう一個がリルっていうとこのブランドも白色のタンクトップを購入しました。あと持ちの服も購入しました。これは赤ちゃん本舗でバスケットボールのユニフォーム、チームベイビーの12番、あと柔道のもの、あとバスケットボール、あとサッカー、これ合わせて計4点のベビー服も購入しました。これ一ついくらぐらいだったっけ？1980円。そう、これは赤ちゃん本舗のサイトで一つ2000円ぐらいで購入できます。そうだそう、宝贝、あよ、你想跟爸爸待在一起吗？今回の夏のボーナスで購入した商品は以上となります。この動画を、いいねと思いましたらいいねと、あとコメントの方どしどし送ってくださると、見ますのでぜひ送ってください。冬ボーナスは何買うかまたちょっと考え中なんですけど、まあ、ちゃんとねマイナスにならなかったりとか貯金をね考えて購入してますのでご安心ください。皆さんありがとうございました。バイバイ。チームベイビーの12番は任したよ、もちもちうん。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても